ウェード・マシュールブランは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、カルカ州軍レイクチャールズ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のミルウォーキーブルワーズ参加所属。メディアによっては、ウェード・レブランクと表記されることもある。2003年の MLB ドラフト36巡目で、タンパベイデビルレイズから指名されるも拒否し、アラバマ大学へ進学。大学では3年間で、 通算24勝を記録した。サンディエゴパドレス時代2006年の MLB ドラフト2巡目でサンディエゴパドレスから指名を受け、6月26日に契約金59万ドルで契約した。2008年9月3日のロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビュー。2010年には自己最多の26試合に登板し、8勝12敗。 防御率4.25という成績を残している。2011年11月22日にジョン・ウェイカーとのトレードでマイアミ・マーリンズへ移籍した。2013年は13試合に登板して1勝5敗の成績で6月3日にディーフとなった。2013年6月8日にウェーバー工事を経てヒューストン・アストロズへ移籍した。6月24日にディーフとなった。 8月19日に再昇格したが、翌日に、参加の AA、A、級オクラホマシティレッドホークスへ、降格した。10月1日に FA となった。2013年11月11日に、ロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。2014年は、参加の AA、A、級ソルトレイクビーズで開幕を迎え、開幕後は9試合に登板。5勝1敗。 防御率3.69の成績で5月25日にエンゼルスとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。昇格後は5月30日のオークランドアスレチックス戦で初登板し5点ビハインドの1回裏2から登板。6.1回を投げたが2本類がを含む6安打4失点に支給と結果を残せず5月31日にリーフとなった。 2014年6月3日に、ウェーバー工事を経て、ニューヨークヤンキースへ移籍。6月4日のアスレチックス戦で1点ビハインドの9回表から、登板したが、1回を投げに安打に失点1死球と、結果を残せず、6月11日に、ィーフとなり、6月14日に、トリプル A 級、スクラントンウィルクスバリレールライダースへ降格。6月15日に、FA となった。 2014年6月17日に再びエンゼルスとマイナー契約を結んだ。8月21日にエンゼルスとメジャー契約を結び、25日のマーリンズ戦で復帰後初登板を果たしたが、3.1回を7アンダー6失点で敗戦投手となり、28日にマイナー契約となってトリプル A 級ソルトレークへ降格した。 9月2日にセプテンバーコールアップでメジャーに最昇格した。エンゼルスでは9試合に登板して1勝1敗、防御率2.82だった。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2014年12月12日に埼玉西部ライオンズと契約した。2015年4月2日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で初登板を果たし、 6回3安打1失点で勝利投手となった。6月以降は1軍での登板の機会はなく、9月13日に契約解除が通告され、14日にウェーバー工事されることとなった。2015年12月18日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。2016年は参加のトリプル A 級バッファローバイソンズで開幕を迎え、14試合に 先発登板して7勝2敗、防御率1.71の成績を残した。特に5月は6試合に先発登板して3勝0敗、防御率0.96の成績で、インターナショナルリーグの月間最優秀選手に選出された。2016年6月22日に後日、発表選手とのトレードでシアトルマリナーズへ移籍した。6月24日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りし、同日のセントルイスカージナルス戦で先発して6回を無失点に抑える高騰を見せた。8月25日にリーフとなり、9月4日にマイナー契約で参加のトリプル A 級タコマレーニアーズへ降格した。なお、マリナーズでは主に先発の一角として起用され、11試合中8試合に先発登板して3勝0敗1セーブ。 防御率4.50という成績を残した。ピッツバーグパイレーツ時代2016年9月13日に後日発表選手とのトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。パイレーツ加入後はリリーフに転向し8試合に登板。一勝1セーブ、防御率0.75、ホイップ0.75という圧倒的なピッチングを展開した。マリナーズとの合算では 19試合に登板して、防御率3.774勝2セーブを記録した。2017年は50試合に登板して5勝2敗、1セーブ、防御率4.50、54奪三振を記録した。オフの11月3日に、マイナー契約で、AAA 級インディアナポリスインディアンスへ配属された。あと、7日に、FA となった。2018年1月17日に、 ヤンキースとマイナー契約を結んでスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが3月23日に FA となったその後3月25日にマリナーズとメジャー契約を結んだ7月4日2019年の1年275万ドルで契約延長した2019年オフの10月31日にマリナーズは 球団オプションを行使しなかったため FA となった。2020年2月1日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月15日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。オフの11月1日に FA となった。2021年2月3日にオリオールズとマイナー契約で再契約した。 3月26日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。開幕後は6試合に登板して防御率9.45と振るわず4月25日にリーフとなり29日に FA となった。2021年5月4日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び参カの AAA 級ナッシュビルサウンズへ配属された。速球が 平均87マイルパーアワー程度の典型的な南東派左腕である。投資有利のペトコパークを本拠地にするパドレス時代の4年間は本拠地での通算防御率2.97に対し敵地では6.16と倍以上に跳ね上がっていた。2015年1月27日にヒューストンから成田空港に到着した時に U は何しに日本への取材を受け、 野球より先に日本のテレビに出演することとなった。ありがとうございます。